こんにちはあなたは sms をよく使いますか多分二段階認証などを利用する人は sms を利用することが多いと思います今はメッセージのやり取りで line を使う人が多いと思いますので sms で送信することは少ないでしょうねただ sms で送った方が早かったり楽な時もありますよね 私は頻繁ではないんですけれども、月に数回は SMS で送信をします。通常 SMS は受信が無料で、送信は有料です。本日は、SMS を無料で送る方法についてお伝えします。まず最初に、SMS を無料で送る方法、その答えをお伝えします。それは、プラスメッセージというアプリを使うことです。プラスメッセージというアプリについては、 私の動画でも何度か紹介したことがあります。簡単にプラスメッセージについて説明します。プラスメッセージは SMS 同様に電話番号を利用することでテキスト、スタンプ、写真などを送受信することができるメッセージアプリです。多くの人が利用している LINE に似ています。ただ LINE よりも登録は簡単で電話番号さえ分かればメッセージのやり取りが可能です。利用できるのは ドコモ AU ソフトバンクの契約者、あとは、3キャリアを利用する MVNO の利用者などです。利用するためには、ドコモ AU ソフトバンク、それぞれ専用のプラスメッセージアプリを使う必要があります。プラスメッセージは、初回利用時の認証で、SP モードのモバイルデータ通信が必要となるため、データ通信量が発生します。しかし、その後は、Wi-Fi に接続していれば、通信料金は一切かかりません。 ですので、SMS の送信が無料でできるんです。あと、Wi-Fi を使わない場合なんですけれども、つまりモバイル回線で利用する場合なんですが、やり取りをする相手がプラスメッセージを使っているなら、通信料金は無料となります。ただ、メッセージをする相手がプラスメッセージを使っているかわからない場合も多いと思いますので、無料にしたいのでしたら、Wi-Fi 環境にて使う方が安心かと思います。いかがでしたでしょうか。 SMS を無料で送るにはプラスメッセージというアプリを使うことが必要ですなのでほとんどの人はどこも au ソフトバンク契約者もしくはこれらの MVNO の利用者だと思いますのでプラスメッセージを使えば SMS でメッセージを無料で送れます現時点でこのほかに使えるのはこちらですねューモバイルアホモポポこれらの利用者ですただしソフトバンクのサブブラウンドの Y モバイルとラインモは今のところ使えません しかし LIME の Q プランの人は使えるかもしれませんけどね。まあいずれ Y モバイルや LIME の利用者も使えるようになるとは思いますけど。最後にプラスメッセージを使う上での注意点です。現在私は通常はデフォルトのメッセージのアプリとしてプラスメッセージを使っていません。なぜかというと2段階認証などの時にプラスメッセージだと受信できないことが何度かあったためです。ですので SMS で送信するときにだけプラスメッセージを使うようにしています。まあこれは私の環境下だけなのかもしれませんし、プラスメッセージの番かもしれませんし、プラスメッセージの仕様かもしれませんが。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。